決闘シーンを主体とした増島からは、関門海峡を航行する船を間近に見ることができる島へ行き来する船舶岩尾竜島は、山口県下関市にある関門海峡に浮かぶ島。正式な島の名前は船島であり、住所は下関市大浅彦島浅仙島となっている。本州から約0 4キロメートルの関門海峡内に位置する小島である。 島全体が平らな地形であり、標高は最高地点でも、海抜10メートルに満たない。島の東海岸に設けられた遊歩道などからは、関門海峡を行き交う大型船を間近に見ることができる。また、島の相当部分は公園として整備され、人工海浜や多目的広場が設けられている。宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が行われたとされることで著名となっている。 決闘が行われたとされる当時は、無前小倉半寮の船島であったが、小次郎が岩尾流を名乗ったことから、岩尾流島と呼ばれるようになった。武蔵と小次郎が決闘を行った日時は、に天気によると、慶長十七年四月十三日に行われたと言われるが、それより、半世紀前に書かれた、立花宝金による、丹次宝金復帰には、武蔵十九歳の時とあり、決闘時期には、 諸説あって、実際は不明である。かつてはすぐ隣に岩礁があり、難所として恐れられていた。豊臣秀吉も、名古屋から大阪への帰路の途中で、ここで乗船が座礁転覆し、毛利水軍によって助けられたと言われている。この時船と運命を共にした船長の赤四字兵衛の名を取り、江戸時代には四字兵衛が瀬と呼ばれていた。岩礁は、大正年間、 航行する船舶の増加と大型化の障害となるため、爆破されたが、この部分も合わせて、三菱重工業によって埋め立てられ、現在の岩流島の一部となった。この埋め立てによって、もともと1万7千平方メートル程度であった島の面積は約6倍の10万平方メートルに広がった。明治中期には、これら患者の医療施設が立地していた。第二次世界大戦の前から周辺が、 日本軍の下の関要塞地帯となり、撮影はもちろん小型カメラすら向けることは禁止された。この軍による規制は非常に厳しく、1940年の吉川英治の連載小説、宮本武蔵では、石井鶴像の描いた岩尾流島の挿絵に、下の関要塞司令部許可済みとの文言が添えられていたほどである。よって、この時期の島の風景写真は残っていない。 武蔵の映画が多数制作されても、ロケはもちろん許可されなかった。戦後、島に移住者があり一時は30世帯に達したが、後再び減少し1973年には無人島に戻った。近年では、タヌキが生息しているという、全校の経緯もあり、土地の大半を三菱重工業が所有していたが、島内の相当部分について、下関市に譲渡され、 2003年に公演。これは同年放送された NHK の大河ドラマ、武蔵武蔵の放映に合わせたもの。公演として整備される際に、宮本武蔵と佐々木小次郎の銅像が混流されたが、小次郎の像は小次郎ゆかりの地である岩国市出身の彫刻家、村重勝久の作で2002年12月に混流、武蔵の像は公募により、 広瀬直樹のデザインを採用した。また、武蔵像は血統の伝説になぞらえたかのように、小次郎の像から遅れて2003年4月に、建立されている。他に、岩流島文学碑、佐々木岩流の石踏み、岩流島釣りデッキ、散策道などがある。5月のゴールデンウィークに開催される、下関海峡祭りでは、岩尾流島フェスティバルのイベントとして、コンサートや宮本武蔵と、 佐々木小次郎の血統の再現などが行われる。島内は禁煙であるほか、遊泳は禁止である。また、ゴミを回収する施設は設けられていない。島の北端に船着き場が設けられており、下関港及び北九州港から関門汽船により船便が運航されているほか、彦島港の浦桟橋からのチャーター船なども運航されている。映画ドラマ漫画。 ありがとうございます。